こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。私は今荒川区の塩入公園に来ています。今日はこちらの会場で川の手荒川祭りが開催されます。毎年恒例のこのイベントも今年で28回目です。荒川区の魅力をたっぷりと感じられるイベントをご紹介していきます。さて、川の手荒川祭り始まりを告げるのは区内各種団体によるパレードです。ここ南千住駅から塩入公園まで華やかなパフォーマンスで大行進していきます。さあ、今年もにぎわっています。去年は7万人の来場者があったそうです。今年は天気が心配されたんですが、なんとか雨は降らずに非常に過ごしやすいです。このイベントは荒川区民の郷土意識を高めることと、荒川区の外に魅力を発信することを目的に行われ、区内のお店や団体、さらに交流都市がブースを出展しています。もうここを少し歩くと香ばしい香りから甘い香りから美味しそうな香りがしますね。どこから行きましょう。結構東北地方の交流都市はこれまで馴染みがありまして、私も交流があったのですが、いろいろありますよ。ほら、栃木県とか関東にも割と多いんですよ。栃木県や千葉の交流都市も先ほど見かけましたよ。ちょっと栃木県気になりますよね。こんにちは、少々お話伺ってもいいですか。はい、鹿沼市。鹿沼市です。栃木県の鹿沼市。すみません、はい、勉強不足で申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、荒川区とはどんな交流があるんですか。荒川区との交流なんですけれども、はい、荒川区とどういった交流があるか。はい、奥の細道で、はい、荒川区をっていうか戦場、場所が立ってますよね。で、春日部、ママダと泊まって3日目に鹿沼に泊まってる、そのお付き合いですね。はい、予想以上に深いお付き合いにびっくりしました。もうかなり歴史が古いので、はい、そういうことです。はい、今ある中で一押しの名産品ってどれですか。もう一番はこんにゃくとそば、はい、特にこんにゃくですね。そうですか。はい、実はこんにゃく場所の、好物だったんです。はい、それで今日はこんにゃく一押しで持ってきてます。はい、ちょっと試食なんてできるんですね。ありがとうございます。ぜひ召し上がってください。はい、ありがとうございます。江戸時代から変わらない、芭蕉も食べたかもしれないこんにゃくです。いただきます。美味しいです。なんかすごくこんにゃくそのものという印象を受けました。そうですね、はい、江戸時代からの、ね、作り方を、ね、今にね、今まで守っていますんでね、はいはい、機械作りじゃないところがね、また違うんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。これまだ始まったばかりなんで、いっぱい PR してくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは同時開催の商業祭のコーナーです。こちらも35回目を迎える歴史のあるイベントです。回っていきましょう。あ、いいですね、なんか元気よく元気よくやってます。どうですか、どうですか、楽しいですか。はい、楽しいですよ。売り受けはどうですか。まずまずですよ。まずまずですか。もう何せになって常連だもん、ここの。そうですよね、小口屋さん有名なんだから。地元55年ですよ。あ、知らなかった。知らなかったです。嘘、はい、潜りだよ潜りもうダメだよそれじゃあ。地元、うん、このお祭りにはどのくらい前から参加してる。うちはもう最初からずっと、うん、もう常連ですよ、ここの主。このお祭りの好きなところってどのところですか。やっぱりお客様とね、いろいろお話できるでしょ。うん、それが一番楽しいね。ここでお話しして、その後お店に来てくれたってことも、うん、多いですよ。多いですか。地元ここにお店ありますから、はい、ほとんど常連のお客さんですよ。はい、じゃあこのお祭りでさらにそういった輪が広がっていくんですね。そうそうそう、はい、これはね楽しいですよ。そうですか、ね、
じゃあ引き続き頑張ってください。ありがとうございます。はいはい、どうも。はい。はい、交流図書の中では奥の細道ゆかりの町がありましたが、こちらありましたよ。奥の細道ゆかりの地コーナー、展示などで奥の細道ゆかりの場所などを紹介しています。そして休憩コーナーにもなっていますね。あ、鹿沼市ありました。ほうほうほう、ちょっとお話聞いてもいいですか。はい、こちらに来ていかがですかね。ある時はいつも参加させて、この近くに住んでますので。はい、はい、今年はあの奥の細道関連のブースも出てますが。そうですね、出てますよね。この近くにあの千住のところにやっぱりあの石碑みたいな立ってるんで、はい、そこをよく毎回あの買い物行った時通ったりしますので、よく見かけますので。じゃこれで改めて紹介していると本当にゆかりあるんだなって思いますよね。 あります、嬉しいですね。嬉しいですよね。ぜひなんか行ってみたいなと思ってますので。そうですか。機会があったらね、あの家族で、いいお話をありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご苦労様です。続いてこちらは荒川区関連の団体がブースを出しています。こちらもたくさんありますよ、いろいろな団体が。少し奥にあるのはボーイスカウト、ガールスカウトのブースですね。パレードにも参加していましたね。楽しそう。やってみます。いいですか。やってみません、せっかくなら。やってみます。どんなことやってるんですか、ここ。そうですね、少女の育成団体なんですね。はい、そのなんですけども、キャンプをやったりとか、生活に必要なロープワークの中で、今回は分かりやすいように、あの釣りなんかでよく使う手ぐす結びをで使って応用して、ブレスレットを作ってみて。ちょっとやってみます。はい、若いリーダーが、若いリーダーが教えてくれるってことです。若いガールスカウト、若いガールスカウト、指導者だけ。じゃあ教えていただいて、3つ選んでください。はい、こうやって結ぶんですけど、はい、これはこう、こっち側を芯にしてこうぐるっとやって、それで腕いいですか、それで紐の長さの調節ができるっていうことなんですよ。なるほど、はい、これがキャンプなどで使いそうな結び方ってことですよね。キャンプでも使いますし、よく釣りで使います。あ、なるほど。何か PR ありますよね。今5月18日にガールスカウトの PR をするフライの日っていうのをここら辺では飛鳥山でやるので、ぜひ皆さん来てくださいっていうのと、ガールスカウト楽しいのでぜひぜひぜひ一緒にやりましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして私ども東京ケーブルネットワークもブースを出しています。輪投げをやっていますね。あ、子どもたちが楽しんでくれている様子で嬉しいです。TCN のマスコットキャラクターアラブンチョくんも出てきました。こんにちは。こんにちは。あ、子どもが来た。今日たくさんの人が来て嬉しいね。うん、嬉しいって。たくさんの子供たちと遊んだ。グッグッグッ。今回は川の手荒川祭りの模様をお送りしてきました。荒川区のことを知るとともに、触れ合って体験して楽しんでいる人たちの姿が印象的でした。この楽しいという気持ちもきっと地域が元気になっていくことにつながると思ったイベントでした。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。